はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、チューハイ、バカルディの、モヒートのアップルモヒートというやつです。これなんか安かったんで、なんか叩き売りされてましたね、これね。アルコール度数 6%、 無果汁です。無果汁か。まあ、バカルディといえば超有名なラム酒なんですが、それの、まあ、ラムにアップルとミントのフレーバーを加えた今だけのモヒートです。世界で最も売れているラム、カッコバカルディを使用。まあ、世界で一番売れてるっていう。ね、バカルディ。これ高いんです、バカルディ。世界で最も売れてるのはわかるんだけど。高い。これを飲んでいきたいと思います。でね、モヒートを作ってみたいんですけど、ミントが売ってないんですよ。いわゆる葉っぱのね。葉っぱのミント。葉っぱのままのやつ。ままのやつっていうか、植物のやつね。あれがどこに売ってんのかいまいちわかんない。スーパーとかに売ってんのかな、ミントって。それはよくわかんないですね。で、乾杯。絶対これモヒートじゃないと思う。絶対。こういうのって大概ね、カクテルをモチーフとしてますけども、絶対ね、実際に作ったカクテルと全然違うと思うんですよ。え、バカルディっていうカクテルがあんの？バカルディラムをベースに使用したカクテルの名称だって。へぇバカルディ社が販売促進用に作ったカクテル。バカルディ社のホワイトラムの使用が指定されている。かつて1936年、バカルディホワイト以外のラムを使ったバカルディを提供したニューヨークのバーに対し、高等裁判所はバカルディはバカルディ社のラムを使わなければならないという判決を下したことで有名。はぁ、なるほどね。標準的なレシピ。バカルディスペリオール、カッコホワイトを4分の3。ライムジュースを4分の1。グレナデンシロップを1ティースプーン。なるほど。結構美味しそうですね。確かにバカルディかっこいいんだけどね、実際飲んでみると、見たことはないに高いから。バカルディは。バカルディ高いんだもん、だって。だってバカルディ高いんだもん。だってバカルディ高いんだもん。高いですよね、バカルディスペリオール。まあ、そもそも、ラム酒って、ホワイトラムとゴールドラムとか、まあ、主にありますけど、あるじゃないですか。でね、ホワイトラムとゴールドラムだったら絶対ゴールドラムの方がいいと思うんです。個人的に。まあ、ブラックもあるんで、ブラックの方がいいと思うんですけど。
どうなんでしょうかね。まあ、すっきりとした味わいのやつがあれなんだったら、まあ、ホワイトラム。ゴールドラムはそれ以上に若干、その熟成感があるんで、熟成されてるはず。で、ブラックも、ブラックはゴールドよりかさらに熟成期間が多い。アルコール度数 75.5% のバカルディ151というのもあるんですね。あ、ボンベイサファイアのバカルディ社なんだ。ボンベイサファイア美味しいですよね。ボンサファうまい。ただ高い。ただし高い。ただし高い。あとは、テキーラとかね。スコッチウイスキー。あ、カティサークもここのメーカーなんだ。デュアーズとかね。エヴァン・ウィリアムス。コニャック。バカルディモヒートはこれ正直びっくりした。なんだよ、びっくりさすなよ。絶対普通に作った方がいいって。これ普通にバカルディモヒートは絶対ほら、葉っぱ使って、スペアミントの葉っぱとかライムとか使って、絶対そっちの方がいい。確実に。絶対うまいって、そっちの方が。絶対うまい。100%。こちらもね、このバカルディのアップルモヒート。もう別にまずくはないですよ。割と美味しい。ただね、ただね、やっぱり見た目の県から言っても、絶対モヒートは、スペアミントの葉っぱ使って、こう、グリーンの色を眺めながらこう飲んだ方が絶対美味しいんですよ。モヒートは本当飲んでみたいな。実際作って。バカルディモヒートか。バカルディのスペリオール。これいくらぐらいするんだろう？バカルディって。結構高かったイメージがあるんだよな。ラム酒。俺ラム酒、安いやつ1000円ぐらいのやつ買って飲んだことあるけど、ウイスキーみたいな感じだったね。薄いウイスキーみたいな感じだったんですよ。でもそんな高くないんだ。バカルディ。バカルディ1200円か。750ml で1200円か。そんなに高くもないんだ。
高いイメージばっかりあったけど。でも、ラム酒はマイヤーズのラム酒飲んでみたいですね。マイヤーズのダークラム。8年間熟成を経た上でブレンドしたもの。ダークラムですね。これ飲んでみたいんですよ。未だに飲んだことがない。若干高いけどね。1350円ぐらい。バカルディブラック。でも、バカルディのブラックを使うんだったら、絶対、バカルディよか、マイヤーズのダークラムの方がうまいと思うんだよな。見た感じ。あと、ロンリコとかは有名ですね。ロンリコ。ラム酒だと。ロンリコ。ロンリコホワイトラム。これも結構売ってますね。うん。これ割と安く売ってたりするんで。なんか高いところだと結構高いけどな。高いところだと1500円くらいするんですけど。ロンリコは安いところだと1000ちょいで売ってたりする。高いところだと1500円くらいで売ってたりするんで。なんか微妙になんかね、あれなんですけどね。なんか、あるよね。差が。なぜか差があるよね。なぜか差があるんですけど。うん。結構論理コア。わりかしどこでも売ってたりするんで。ねえ、ちょっと飲んでみたい気もするんですが、未だに飲んだことがないので、どうしようもない。というより、ラム酒はあんまり飲んだことない。安い、何飲んだことあるんだっけな、俺な。ラム酒って俺一番、俺何飲んだことあったっけな。安いやつ飲んだことあるんですよ。ラム。サントリーラムだったかな。まあ、今度ね、ラム酒の、あれつけたいんですよね。ラム酒を梅酒漬けにしたいんですよ。梅で漬けたいんで。サントリーだったかな？もう無名メーカーだった気がするんだよな。だから何でちょっと割ろう、梅割ろう、梅で。つけようかって、ちょっと悩んでるんですけど、ロンリコでつけようかな、と思ってるんですよ。割と安めなんで。それがバカルディのゴールド。まあ、どちらにしろゴールドラム。もしくはマイヤーズのダークラムですね。で、つけたいと思ってるんですけど、ちょっとマイヤーズに関しては、なんか、もったいない気はするんですよね、若干。うん。若干。もったいない気がするんで、バカルディのゴールドラムにするか、ロンリコゴールドにするか。まあ、ですね。やっぱり、ちょっともったいない気がするんですよね。梅酒で漬ける、梅に漬けるのって、
言うとちょっともったいない気がするんですよ。うん。どちらにしろ若干もったいない気がする。のでまあ安めの、まあもしくはサントリーのゴールドラム、安いですから、ね、結局、うん、まあそれどうしようかなと思ってるんですけど、うん、まあそこまで高いやつを使ってもね、うん、高いやつを使えばいいとかっていう問題じゃないと思うんですよ。俺の中だと。あくまで梅につけるわけだから、やっぱり、なんかほら、もったいないよね。いいやつを使うっていうのはやっぱりもったいない。いいやつだったらそのまま飲めるって。絶対そのまま飲んだ方がいいって。とは思うんです、うん、だからわりかし安価なやつで1000円ちょいぐらいのやつでつけたいんですけど、まあここら辺はね、今4月ですから、まあ梅の取れる時期だったら6月ぐらいなんで、そうですね、そんぐらいにまた梅酒つけていきたいと思います。まあ去年つけたやつがあるんですけど、まだ飲んでませんけど、まあ大体、うん、1年間、ちょっと置いて、つけてあります。梅酒はまあ大体1年。1年で完成なんで。あ、キャプテンモルガンっていうのあったな、どっかで。キャプテンモルガンってなんだっけ？これあれか？ラム酒か。ウイスキーか。あ、キャプテンモルガンって、ラム酒じゃん。キャプテンモルガン。これ有名ですね、キャプテンモルガンってね。キャプテンモルガンは有名でしょ。あ、安い。ただら、あ、度数35度か。ちょっと少ないですね。35度か40度ないのか。1000円以下で買えるけど。安いですね。安いは安いんだけど。度数が若干低いな。でもキャプテンモルガンは結構うまいと。らしいです。キャプテンモルガンもちょっと、あれに入れとこうかな。今度飲んでみたいですね。
でも梅につけるんだったらやっぱ40度ぐらい欲しいですね。まあ35度でも問題ない。まあ問題ないけど。まあ。ということで、ちょっと長くなりました。美味しい。バカルディのアップルモヒート。こちらはまあ四つ星だな。普通に美味しいですよ。普通に美味しい。ただ、まあモヒートはやっぱり。絶対。普通に作った方がうまいんじゃないかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。